黒姫童話館は、長野県上美の地群品の町の黒姫高原にある、品濃町立の世界の童話をテーマとする文学館。新州児童文学会の協力によって1991年にオープンした。代表作である、果てしない物語や、桃を著作した、ドイツ人作家ミハエル・エンデの2000点を超える、作品資料を本人寄贈により、収蔵。 世界で唯一常設展示している施設である。館内には、園での作品の原稿や差し絵、下書きなどを中心に、世界の国々における作品の違いや、各国の代表的な童話、日本の民話や長野県に伝わる昔話などが展示され、屋外には、岩崎千尋がアトリエとして使用していた、黒姫三層が、岩崎千尋記念事業団の協力により、移設展示され、 千尋の当時の様子をうかがい知ることができる。また、千尋と同じく1980年に、黒姫高原にアトリエ3層を築いたゆかりから、道和作家、松谷美代子の特別展示が行われ、2004年7月からは、常設展示室が置かれている。その他館内には、イベントホールが設けられ、児童文学者を招いての講演会や長野県を中心とした、 日本の民話の読み聞かせなどを不定期開催している。ありがとうございます。